こんにちは。夫のマリリンこと古畑真理子です。今日は夫ピアノコンクールボリューム2が開催されるということで、審査員の小池美奈さんをゲストにお迎えしております。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。美奈と私、美奈って言っちゃった。はい。いいんじゃない。誰なのかな。皆さんにしますね、で私も夫ではマリリンって呼ばれてるんですけど、ちょっと違和感あると思うので、はい、普通の呼び名でお願いします。皆さんと私は大学の同級生で、実は文科ついてる先生が違うので、まあ、実技試験とかコンサート以外でよく一緒になるということはなかったんですけれども、授業でねソルフェージュとか一緒だなってましたね。もうなんか青春の思い出みたいな感じの時期が過ぎてますけど、思い出がねありますね。はい。で、みなさんは河合のハイブリッドピアノノーバスや CN201 やフィーロのプロモーションビデオに多数出演されております。はい。ここにね、今フィーロが置いてあるんですけれど、河合の魅力をお伺いしてもいいですか？やはり河合楽器さんはピアノの専門の会社さんなので、まずこう電子ピアノでも作成するにあたってピアニストさんファーストっていうのが一番大きいのかなっていうふうに感じますね。でそこが魅力に反映されていますし、元々の河合楽器さんのアコースティックピアノの魅力の一つで、弱音でできることっていうのが、特に難しいね、しゃべる大丈夫なんて言えばいいのかな、弱音ピアノの中の表現力、そうそうそう、弱音の中でそうできる表現力っていうのが、他の楽器メーカーさんよりも、特徴があるし、豊かなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、それがこの電子ピアノにもすごい反映されてて、電子ながら演奏していても楽しめる部分がすごい多いなというところが魅力です。なるほどですね。私もこの夫に来てから、河合さんの電子ピアノをいろいろ触らせていただいたんですけれども、確かに皆さんの言う通りに、このピアノとか柔らかい音の表現の幅がね、すごいたくさんあるなと思いました。河合さんのね、家で使ってるピアノが私ずっとヤマハだったんですけれど、私も。本当に。なんかだんだんコンクールとか、コンサート会場とかで河合さんのピアノを弾くようになって、しげる河合とかね、あるじゃないですか。なんて素晴らしいピアノの音なんだろうと思って、いつも感動しながら。またヤマハさんだったり、スタンウェイさんだったりとは別の魅力がね、ありますよね。あります。そんな河合のプロモーションビデオに多数出演されている小池美奈さんなんですけれども、さて、ここで、夫のピアノコンクールボリューム2について説明したいと思います。はい。エントリー開始がもう始まっているんですけれども、エントリーの応募締め切りがもうすぐ2月14日になります。で、そこから2月28日に決勝の進出者発表。で3月10日に一般投票スタート、で3月28日に一般投票と審査が締め切り、そして4月18日に決勝大会の結果発表という感じのスケジュールになっております。で課題曲なんですけれど、初級、中級、上級に分かれておりまして、初級がバッハのメヌエットで、中級が、ドビッシーの甘い色の髪の乙女で、上級がショパンの英雄ポロネーズとなっております。で、このオッターのピアノコンクールは参加から、最後の決勝の発表まで全てオンラインで完結するんですけれども、であと
もちろんアコースティックでもいいですし、電子ピアノでもいいですし、ちょっと初級に限りなんですけれど、ピアノタッチのミニ鍵盤でも OK ということで、なかなか ねないですよね、電子ピアノもいいよっていうコンクール、なかなか私は初めて聞きました、そうなんです。どう思いますか、この電子ピアノとアコースティックピアノが一緒になっている、でしかも動画でオンラインで完結するコンクールっていうのは、なんか今時というか、この時代に合った、あの形で素敵なコンクールだなっていうふうに思うんですけれども、いずれもアコースティックピアノでも電子ピアノでも、やりたい音楽を目指して、こう求めて出来上がったものを提出するっていう形は変わらないので、審査させていただくのもすごく楽しみにしております。はい、ありがとうございます。コンクールね、今まできっとたくさん受けてこられたと思うんですけれど、コンクールを受けることについてどう思いますか？なんかすごい深い話になっちゃうんですけれど、そうですね、いわゆるコンクールのすごい世界で、ずっとすごい世界に身を置いてやってきたタイプではなかったんですけど、それでもまあ学生の頃だったりっていうのは自分の中のイベントごととしてたまに受けることがあって、そうだな、なかなか難しい、なんかね、音楽って比べられるものじゃないので、そこに焦点を置いてしまうと苦しいこともあるかもしれないんですけれども、そうですね、まあ単純にこう先ほども言ったようにこう自分の求める音楽っていうのは、何もない時よりはやっぱりコンクールがあるということですごく明確にはなるだろうし、明確になったらそれに向けて日々努力するっていうことができるきっかけになるので、そういう点ではすごくいいチャンスなんじゃないかなっていうふうには思いますし、当時もそういうふうに思ってやってたので、あまり苦しいっていう面は上がってはこなかった。素晴らしいですね。私子供の時のコンクールと大人になってからのコンクールはちょっとなんか受ける気持ちとかが違ったかなって振り返ると思うんですけど、子供の時だとなんか私が受けてたやつは予選、本選、全国大会っていうのがあって、全国大会がちょうど8月ぐらいなんですね。小学校の夏休みとかにかぶるので、でその地方から受けて、で全国大会は東京に来れるってやつなんですけど、全国大会まで行けるとディズニーランドに連れてってもらえるっていう、かわいいそういう目的のためにちょっと頑張ってた時期はあるんですけれど、まあでも確かにコンクールを受けてその課題曲をしっかり勉強してどう表現するかっていうのを学んで、その場で本当その時しかないじゃないですか、何回も弾き直したりとかできないんで、そこに全力を出し切るっていうものをやってたのはすごいいい力になったなっていうのは思いますね。私よりしっかりして、いや、子供の時のコンクールはそうだった。大人になってからのコンクールはやっぱりちょっと邪念が入るようにもなってきた時もあって、練習してきたからちょっと力を出し切ってイエスをしたいっていう、よく思われたいっていうちょっと気持ちが強かった時期もあったので、そういう時は変な緊張にいっちゃったので、力が出し切れなかったりとか、そういうのでちょっとねこう悩んだ時期はありました、特に緊張とか、緊張はするの、緊張はする緊張はするんですよ、子供の時の方がやっぱりその辺の感覚は緩かったので、緊張せずに行けた時もあったんですけど、確かにね、
かける思いが熱くなればなるほど、やっぱり当日自分に期待する部分も大きくなって、それがいい緊張で収まればいいけれども、悪い方に出てしまうとすごく難しいなって思うことも私もありましたし、いまだにコンクールではなくても本番でもあるかなっていうのはありますね。そうですよね。そうですよね。緊張はね、結構向き合うのがね、難しい時もありますよね。そうですね。もう準備段階っていうのは自己責任だから、そこでできなかったりとか、そこでね、ちょっともうちょっとあれしとけばよかったっていうのが残った状態で本番に挑んで、それが緊張につながるっていうのはもう自分のミスだけれども、やっぱりね、やってきたことを出し切れないとか、出せなかったらどうしようとか、出したいとかいう強い欲によってのこのメンタルの乱れっていうのは常に課題で、そこがまあ一番の課題なのかなっていうふうにも思ったりしますね。確かに人前で演奏し続けるっていうことは、そことうまく付き合っていかないと、ね、そうですよね、いけない部分ですよね。しみりしちゃったまあ、ね、苦労してますねそうですね、そうですね。その点じゃあ、オンラインコンクールとか、まあ、オットーのコンクールみたいに全てオンラインとかだとなかなか珍しいのかもしれないですけれど、例えば国際コンクールとかの予備審査とかだと動画審査とかもあるじゃないですか、はい、その動画を撮るときと、なんかその一発勝負 の、 そのコンサートとかコンクールで弾くとき演奏の仕方とか、ちょっと気持ちの入れ方の違い、例えばそのプロモーションビデオとかに出演されてる時も、まあ一発勝負っていうよりかは何度も何度もね、試行錯誤を繰り返して、作品を作り上げていくという感じだと思うんですけれど、何か違いとかってあります？心の違いを感じてしまうから、録音だったりとか、そのビデオだったりっていうのは結構難しいんですけど、何度も撮り直せるからこそ、普段生演奏の時はそこまで気にしない、ちょっとのミスタッチだったりとか、なんだろう、気にしなかったら絶対に起こらないかもしれないのに、気にしたからゆえにこう、なんだろうな、小さいとこに入れられてる演奏というか、パックされたものに収めようとしちゃう自分の心構えっていうのがどうしても出てきてしまって、そこが一番生演奏の時と違う演奏になってしまってるかなとか、違うところに意識がいってしまってるかなっていうのはあるんですけど、でも結局あまりそこは重要ではない。本来ではこうちょっとミスタッチだったりとか、何か事故が起きることは心配せずにした時に出る音楽の方が良い音楽、そうですね、というふうには思うので、そこの意識をなるべく外すというのが大事かなと思うし、まあ、せっかくこう撮り直せるから、今はもう完全に録音のことを忘れて、コンサートで弾いているような気持ちで挑もうと録音してみたりだとか、まあ、ちょっとこうパックされてるのを意識して綺麗な演奏をしてみようだとか、いろんなことに挑戦して聴き比べるのが、聴き比べて結局どれがいいなっていうのを自分で見つけるのがいいのかなというふうには思うんですけどね。確かにそうですね。録音されてると、その生演奏だとね、聴いてる方も弾いてる方もミスタッチとかって一瞬で通り過ぎていくから、そんなにね細かくぐちぐち気にしたりしないんですけれど、録音だともう何回も何回も聞き直せるから、そのねちょっとのミスがね、この心に来ちゃったりして、ね、本当にパックされてるというかこじんまりして、整いすぎちゃうみたいな、そうになるのよくわかります、ですよね。でもね、その
心をちょっと解放して録音してみたり、うん、もうもちろんパックしてちょっとこじんまり作った演奏とかもいろいろ聴き比べてみてね、うん、結局自分で聴き直してどれが一番いいかっていうのを選べるのもね、いいところですよね。そう思います。なんか私も自分で撮ってみて、うん、携帯で撮って聴き比べたりするときに、うん、まあ、結局あちょっと本当は直したいところがあるけれども、うん、でも意識的にはこう解放されてる方が音楽的に良かったから、もうこれを使ってしまおうっていうこととかも、うん、あの今までの経験上多かったので、なんかやっぱりね、聴き比べて自分が一番好きな納得いくものを提出できるっていうのがすごいこのコンクールの、ね、うんうんうん、いいところでもあるかなと思います。そうですね、うん、ありがとうございます。そうしましたら、はい、課題曲についても、はい、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど、はい、課題曲、初級のバッハとか中級のドビュッシーの『ワイルド神の乙女』、そしてユーポロネーズあるんですけれど、コンクールを受けた人たちの演奏を聴いてどういうところに、何でしょう、どういうところをちょっと動きを置いて聞きたいなって思いますか？そうですね、うん、いずれもものすごい長い曲ではないので、うんうん、そうですね、うん、こう全体的に受ける印象、うんうんうん、あの大人使い方だとか、うんうん、っていうのはすごく最後まで聞いてみて一番残る部分なのかなっていうふうには思うんですけれども、うんうんうん、あとはでもどの曲もクラシックの作品ということで、うん、やっぱり大事にしたいのはその作曲家が残してくれた楽譜をどのように読み込んで、うんうん、それをご自身の演奏に反映させているかっていうところを、うん、を一番あの楽しみに、うん、気にしてあの聞かせていただきたいなというふうに思っております、はい、なかなか難しいですけど、うん、なんだろう、言葉で、ね、こう楽譜通りに弾くっていうとすごくちょっと堅苦しいイメージを受けられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でも楽譜通りに弾くっていうのはものすごい難しいことで、うん、そうですよね、楽譜のね、この音の音楽の楽譜に書いてある細かいことの読み込み方とかっていうのはやっぱりきちんとルールが分かってないとできないことですし、ルールがあるからこそ、ルールに従えるからこそ自由の度合いっていうのもすごい増えてくると思うので、そういうところを楽しみに聞かせていただきたいです、うん、ありがとうございますね、うん、本当にどういう風な時代背景でとか、うんうん、どういう作曲でとか、ね、そういうところを突き詰めていけばいくほど後々の演奏に自由度が増す、うんうん、ね、そうですよね、そうそうそう、あとご自身の人生体験と合わさって、うんうん、さらにそれが面白いものとして、うん、音楽がね、奏でてくれるようになると思うので、うん、そうですね、はい、なんかしんみりでまとまっちゃう癖かもね、そうありがとうございますそれでは最後に、はい、あのコンクールに参加される方へのメッセージをお願いします、はい、コンクールにご参加いただく皆様、皆様の演奏を聴かせていただけることを大変楽しみにしております。録音でご自身の演奏を聴いて振り返って、できないところもそうですけれども、ご自身の演奏のいいところもたくさん見つけて、音楽をさらに好きになっていただくきっかけになればいいなと思います。それでは楽しみにお待ちしておりますありがとうございますそれでは皆様のご参加お待ちしております。お待ちしております。本日は審査員の小池
皆さんをゲストにお迎えしてお届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。